皆さんこんにちは、サイバーコネクト2松山ひろしでございます。そしてはじめまして、ファミ通アップ編集部の100人乗っても稲葉と申します。よいしょ、はい、来ました。皆さんここどこかというとですね、サイバーコネクト2の、東京スタジオ追町の方にあるんですけども、こちらでですね、はい、今現在、はい、まあ、事前登録もね、順調ではあるんですけども、はい、サイバーコネクト2と、ドリコムという今回ね、はいはい、新しいパートナーと一緒に、開発を進めてきております、フルボッコヒーローズ。こちらですね、まあ、もうすぐもうサービスインではあるんですけども、はいはい、ここ東京スタジオでもですね、開発スタッフがもう本当にキリッキリの状態までチューニングして、はいはいはい、まあ、一生懸命仕上げてる最中であるんですけども、はい、まあ、最新のね、まあ、ビルドっていうものを、まあ、今回用意していますんで、せっかくなんで、100人乗ってもにちょっとね、乗ってもに最新の乗ってもにちょっとね、触ってもらおうと思って、はい、今日来てもらいましたんで。はい、今日乗っちゃいますからね、この辺に。ぜひぜひぜひ、はい、100人乗れるから、これ大丈夫かな。はい、まあ、このね、映像、最新映像を、配信しますけども、そんな、最新のフルボッコヒーローズの映像が見れるのも、このファミ通アップだけ。はい、これが。そうです。ですね、これが、多分今回、初公開になると思うんですけど、はいはい、フルボッコヒーローズの、ホーム画面になります。で、ここに自分のキャラクターが、これちょっと今回用にね、用意したデッキではあるんですけども、はいはいはい、ジャンヌ・ダルク、エフェンディル、ダイダロス、はい、あとカグヤ、はい、そしてモルドレッドと、それぞれ、まあ、ちょっと自分のね、デッキが組まれてるんですけども、はい、ちょっとね、この、実際にその皆さんが事前登録いただいてるお客さんもね、はい、中にいらっしゃると思いますんで、はい、じゃあ自分がそのユニットをね、ゲットした暁にはどういう活躍してくれるんだと、それでもちょっと踏まえて、はい、紹介していきたいと思いますんで、ちょっと今日はこの用意されたデッキで、こちらにあります、メインクエスト。はい、ここちょっと選びまして、まあ、ちょっとずらーっとあるんですけど、ちょっとね、はい、これね、中盤から後半の方の、クエストになってますんで、今回用意したデッキそのものがちょっと強いんで、はい、序盤の方やっても楽勝になっちゃうんで、そうですね、なんで、ちょっとここからね、いこうかなと思います。はい、ドンと来て、ずっと見た、こういうやつを、狙ってフィーバーのやつを倒すところにゲット。この状態から、はい、フルボッコフィーバー発動。おー、いけよ、ほらすごい、一気に直接ほら全滅、全滅で、この状態で、はい、次のバトル行ってもまだ継続してるんですか。本当だ、フルボッコ。しかもレア出た。おお、ほら、2周目、2周目行ってもいける。まあ、あとこんだけ倒すだけ。すげえ、フルボッコフィーバー、フルボッコヒーバー超いいでしょ。そう、なぞるんですね。そうです、画面直接画面いけるんですよ。今までずっとね、ここでやってましたけども、ね、まさかのこっちいけるっていうね、あれが気持ちいいんですよ。せっかくなんでゴリラのサトコが、はい、いいかな、近いから、近いときにはこのゴリラがいいから有効なんですよ。めっちゃ強いから守りを固めるっていうんですね。さあ、向こうがちょっと背負い料理ね、はい、でこのゲージが上がってるやつから倒したらもうスキルになっちゃうんで、向こうは逃げて逃げて逃げて、はい、さあこいつ斜めから行くからいいんですよ。あ、うん、さあ、攻撃も使っとこう。もうで、こういう当たってね、よし、いける。一撃、よっしゃ、いった、一発でいった、強いわ、超強い。このね、ハッピーな感じ、ハッピーな感じが、ふぃー